草野球やろうぜ。はい、草野球をやろうぜの時間でございます。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。はい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 、はいはいはい、ちょっと元気よく言ってみたものの、はい、実はちょっと落ち込んでます。なんでやねん。母校野球部負けました。負けたか。秋季大会勝ち進んベスト8まで行ったんですけどね、県大の。ダメでしたか。負けました。ベスト4ならず。惜しかったね。では次に、ね、どうだったの、その戦況は。いや、俺はもちろんね、見に行ってたわけじゃないからさ、ツイッターの方々の実況を見てただけだけど、まあ、あの5対4かな。いい線いってんね。うん、で、もう勝てたような試合のような気がしたけど、まあ、実際見てないから分からんけどな。まあ、そうですね。まあ、惜しかった、惜しかった。ああいうのってさ、うん、あのもし勝ち進んでいたら次は楽勝だったりするケースもありそうだもんね。まあね、相性とかいろいろあるだろう。そうそうそう。今回はその、なんていうんですか、あの組み合わせが良くてさ、はいはい、東北とか仙台育英とかと決勝じゃないと当たんない山と、なるほど、なるほどね。で3位まで入ると東北大会行けたからな。ああ、そうか。このまま行けば東北大会行って21世紀枠で春の甲子園選抜出れんじゃねえかみたいなね、うんうんうん、ほのかな希望があったわけですけど、まあ、残念ながらついえたと。まあ、また次があるさということで。まあそういうことだね。したいですね。はい、うん、これからちょっと一冬、そうそう、もう二ランクぐらい上がるような取り組みをしていただいて、ぜひ楽しませさせていただいてね。はい、と思いますけど。はい、どうですか秋は。最近あれじゃないですか、忙しそうで、なかなかグラウンドでお目にかかれませんけど。そうなんですよね。あの土日のさ、うんうんうん、やっぱちょっと土日が書き入れ時っちゅうかしかもさ、泊まりでどっか行っちゃうことが多くてね。ああそうなんだ。ツアー系っていうんですかね。おうほうほう。なんでちょっとあれなんだけど、こっから先は多分結構参加できると思うんだよね。ああそうですか。9月を超えればね。ああなるほど、なるほど、はい、感じなんですよ。もう秋終わる筋トレやってるからさ。いやあれやばいよマジで。俺ゴリラみたいになったぜゴリラ、ゴリラ。お前若干ゴリラか、うん、ゴリラだよ、うん、完全なる。君の体型からするとまさになんか近いかもしれんつな。そうなんだよ。なんかさこの間とかもよく出てたけどさ、うん、一発でムキムキになるんだよね俺。ああもう君はさ、一発でムキムキになるし、一発で日焼けするしさ。そうそうそう、簡単な男なんだな。簡単だよ。で多分一発でムキムキになる人ってさ、うん、気を抜くとすぐダメになるんだよね。全部脂肪になる感じなんだろうね。そうそうそう、うん、早くつく人は早く落ちるというね。そうそうそう、やってんのは。でもね、うん、ブルーワーカーと、うん、バーンマシンだよ。なんすかそのバーンマシンって。あのパンチングボールのさ、うん、あのシミュレーションみたいな2つ車輪がついたさ、ああそんなの5キロぐらいの重たい、なんかあの輪っかがついたやつ。あれか、くる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 両手で回せた。あれ最初30秒もできなかったのにさ、うん、あれなんていうの、することないからそればっかりやってたらぐるぐる回せるようになっちゃった。することないから何もでもあるやろ。ゴリラになっちゃったんだよ上半身だっけね。おうおう、やばいってマジで。ぜひあれですよね、うん、飛距離を見てみたいですね。飛距離相当伸びた。伸びた倍はいくんじゃね。どんだけ飛ばなかったんだって話だけどね。たださ、うん、あのこのなんていうの、余暇を使った筋トレにはちょっと問題点があってさ。うん、な何や。下半身がダメなんだよ。え、なになに。下半身。おお、下ね。そう。ほう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 。ブルーワーカーも一応下のさ、トレーニングあるんだけどさ。うんうん、あるよね。うん、うん。やっぱりある。上半身寄っちゃうね。まあね、あの、下はね、大変なんだよな。なんか疲れんのよね。
筋肉でけえからさ。そうそうそう。だから、ハムストリングだっけ？後ろ側？うんうん。あ、なんとかしたいよね。ああ。あれ、肉離れとかやっちゃうからね。そうだよね。今度はね、こう、大きくしなくてもいいから、こう、鍛えては置きたいところだよね。そうなんですよ。大きくなるのは別に、あれなんだよ。目標じゃないからさ。そうそうそう。飛距離と、走るスピードだよ。あと、まあ、体力、スタミナだな。そうそうそう、スタミナだよね。うん。俺もあれだよ。こう、スイング改造アイテムを買ったからね。何ですか？え？カウンタースイングバットってやつやな。逆の力が来るとか？何なんだろうね。このどういう理屈なのか俺もよくわからないのだが、なんかこの、バットをこうね、インサイドアウトに触れるようになる、この、なんていうんですかね、この、改造バットみたいなやつだね。それあれじゃないの？なんか字が上手くなるとかいう変な器具とかと。同じノリじゃないの。若干その危険性もなきにしもあらずだが。あったよね、なんか変なカチャカチャやる、なんか字をうまくする。はいはい。あれ何だったんだろうね。実際に見たことはないけど。世の中にはそういうグッズがたくさんあるが。はい。まあ俺はこのバットなんか 見たのは、まあ、初めてというか、まあ、ちょっと前に見たけど、はい、俺はね、昔こんなの見たことなかったさ。なるほどね。をやってみようかと。そうだね。まあいろいろやってみるべきだよね。昨日の夜届いたんだよ。これさ、あの、俺思うんだけど、うん、筋トレとかもそうなんだけどさ、うん、早く結果を出そうと思うとさ、うん、つまんないってさ、まあそうやな。やることないから、ルーチンワークのようにやってるとゴリラ化するよね、人間の。まあな、筋トレの話やろ。まあそうだけどさ。やることないから、ルーチンのように、毎日の決まり事のように。そう、そのバットもそうなんじゃないの？うん、いやだけど人間なんでもそうでしょう。あの受験勉強とかお勉強もそうだよね。一夜漬けはダメなんだよね、やっぱね。もうなんかこう癖のように、そう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 、やらないと気持ち悪いみたいな感じなんでしょ。ぐらいまで行かないとダメなんだよね。筋トレもそうらしいじゃないですか、なんか。うん、まあなんか脅迫観念があるよね、あれはね。うん、素振りもそうかもしれないね。なんか毎日やり始めるとやらないと気持ち悪いという気持ち悪いんだね、やっぱね。うん、そうなってしまえば、まあ、こっちのもんですよ。そうだよね。うん。苦じゃないんだもんね、だってね。そうそうそう。ただ、鬱陶しいだろうね。あの、周りの人はね。そう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 。急に、相変わらず、ずっとお前筋トレ筋トレ言ってんな、とかさ。そうそうそう。言われちゃうっていう。なんでさ、その、なんか話盛り上がってきたので、素振りに行っちゃうわけとかさ。そう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 。急に立って今一緒に見てたじゃん、テレビ。そうそうそう。庭とか行っちゃってさ、なんかね。こういう感じですよ。はい、あれど話変わりますけど、はいはい、我々中年草野球人にとってビッグニュースが飛び込んできましたよね。すごいニュースだよね、あれは。やばいよ、うん、やばいでしょこれ。これだって番組始まって以来のビッグニュースじゃないの。いや、そうでしょうね。で、あの野球 YouTuber 界でももう皆さん大騒ぎですよ。当然だよね。さ、うん、なんでしょう。あのイチローが草野球界へ参入ということで。はい、マジ？イチローってなんかマリナーズのなんか重役みたいな人じゃなかったっけ？っていうね。あのね、非常に中途半端な肩書きをもらってます。はい、マリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクターっていう。なんだかよくわからない。なんだかわからない。もうどうでもいいみたいな。そうそうそう。無限にはできないから一応みたいな。スティーブ・ウォズニアックみたいに一応社員みたいな。仕事してないけど。まあまあ、だけどまあ、野球界の一郎で、あの、なんか、はい、IT 界のスティーブ・ウォズニアック。ボーズね。はい。言っても過言ではないでしょう。過言ではないですね。それが、ね、草野球チームを作るとか言ってますよ。草野球チームを作る、うん、急にさ、うん、なんかメジャーが規模下がったなって感じだね。まあね、なんかね、神戸で作るとか言ってるな。ところがどこ、やっぱりやつの考えてることだからさ、うんうん、規模が小さくなったっていう話じゃないんでしょ、きっと。まあそうやね、うん、そうでしょうな、これね。だからね、草野球でもしょうもないグラウンドではやりたくないと。だから将来的にはリーグを作りたいと。
勝利しょうもないグラウンドでやりたくない。どこでやる気なんだろう。ねえ、ぜひあの江戸川の河川敷とかに来てほしいよな。こんなしょうもないグラウンドでできっかって話になる。でもさ、逆に言うとさ、インフラを整備しようっていう発想だよね。そうそうそう。だから我々が前から指摘している。そうなんだ。イチローさんにぜひ全国のグラウンド買ってもらったよな。第222イチローグラウンドとかを作ってほしいわけよ。そう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 。急に実現味を帯びてきた。だけどさ、そういうことなんですよ。でさ、ね、俺調べたの、うんうん。全国に公営のグラウンドがいくつあるのかなと思ってさ。はいはい、で大体いくつぐらいだと思う？どうだろうな、47都道府県の自治体に1個ずつあると仮定して、うん、そうだな、500ぐらい？おお、あのね、うん、ゼロが1個足りないよ、アッキー。50ってこと？違うよ、6855あるよ。え、そんなにあんの？あんだよ。6855。それ野球人口より多いじゃねえかよ。そんなことはない。これね、なんだこれ、スポーツ庁のね2015年現在のね調査が出てんだよ。はい。でこれね、野球ソフトボール場ということで、ソフトボール場も一緒になってんだけど、公共スポーツ施設としては6855って出てるな。へえ、相当ある、ね。どういう、いや、じゃ考えてみたらさ、あると思うよ。でも野球でしょ。うん。サッカーには使えないんでしょ。サッカーには使えないね。待って、サッカー場も出てるはずなんだけど、サッカー場ないな。あれ？まあいいや、活用されてんのかね、それ。いやだからピンキリでしょ。例えばさ、東京都だったらさ、うん、激戦じゃん、もう、いい時間帯は、うん、もうパンパンですよ。パンパンだよね。抽選すると70倍とかですから。そうだよ。でもさ、うん、人口が極端に少ないとこだったらさ、うん、誰も使ってない可能性があるし。まあそうやね。そういうと野球する人いないかもしれないもん、うん、あとグラウンドなんかいらないかもしれないじゃん。そうだよ、わざわざ取るんじゃなくて、どっかでやるとかね。この数字がな、ちょっと分からんだよな。どういうものを指してるのかね。でね、その6855の内訳があってさ、2つに分かれてるんだ。これの、ね、なんかよく分かんないんだよな。1つが社会体育施設っていうのがあって、はい、これが6267なんだよ。まあ、ほぼそれが占めていると。うん。で、もう1つがさ、これなんか字がちっちゃいな。読めない。公立社会教育施設等に付帯するスポーツ施設。それあれじゃねえの。うん。なんか、あ、わかんねえな。それがね、学校を流用するとかそういうことじゃないのか。だけど学校はね、別欄が別項目で立ってる。あ、そうだ。うん。それがね、君が言った通りね、に近い588なんだよ。なるほどね。うん。このなんか住み分けがどういうあのなんか概念で分けてるのかちょっと分からない。だからさっき聞かれた質問、俺付帯施設のこと聞かれたのかなと思ったから500って答えたんだよね。おお、本当かよ。なんか危ねえ危ねえ。本当さ、もうミュージシャンの言うことを真の受けてダメだって何度も自分つってんのに。そうそうそう、純朴だよね、そういうのがね。うっせえ。なるほど、まあ、そんなにあんだ。だからさ、まあ施設、そのね、その何、建物とかはさいらないからさ、グランドだけ一郎さんに全部買収してもらったやな。6000だよね。一つ1万円で買収しても6000万。うん、10万円でも6億、まあ、6億ならなんとかなるやろ。なんとかなるな。で、その後、あれにすればいいじゃないですか。ちゃんと儲けるようにしてさ。そうそうそう。収益が上がればさ。そうそうそう。まあ、インベストメントですよね。そうそうそう。インベストですよ。そういう形でやってもらえないかな。イチローさん、プレイするのもいいけどさ。そうそうそう。グラン結局、やりたいわけでしょ。やりたいんだ、あの人はな。そうでしょ。そうだろうな。
まあさ、だけどそろそろいいじゃないですか。でもさ、知ってる？何？漫画ってあるじゃない？漫画。漫画、はい。でさ、あの人気のある漫画とかあるじゃん。美少女が出てきてさ、どうこうするようなやつ。あれって必ずね、水着の回と、温泉の回と、野球の回があるんだって。ちょっと随分毛色が違いますね、前世2つと野球の回。そう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 、必ずなぜか。え、本当ですか？野球で、なんか必ずなんか、町内が二分されててさ、なんか、北と南とかみたいな。それで戦って、あの、夏祭りの主導権をどっちが握るんだみたいな、戦いとかやるらしいよ。ほっほー、何か揉め事があると野球で決めましょうみたいな。メゾン一国でもやってっからね、一回。ああ、そうでしたっけ。俺たちのバイブルも。俺たちなんだ。そう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 。古すぎる。なるほど、そうなんだ。だからやっぱ必要なんだよ、自治体に野球場。必要だな。これは必須だよね。そう。あとあれだな、田舎の方のグラウンドをなんとか開放してくんねえかなっていうのはあるけどな。そうなんだよ。ただでいいじゃんみたいなね。うん。でさ、イチロー選手がそれをやったら、うん、リーグ化するじゃん。そうだよ。J リーグみたいになっちゃうの。俺たちもひょっとしたら、リーワンとかなれるわけみたいな。みたいなね。だから、買ったところには必ず1回は行くみたいなさ、イチロー選手が行くみたいな。すればさ、みんな提供してくんじゃないかな、くれるんじゃないかな、ただでもいいですみたいなね。でも実際さ、我々のチームとさ、イチローチームが戦ったらどういう状況になるのかな。イチロー以外は素人なのかな。いやいやいや、それがさ、ちょっと違うらしいんだよ。ほら、出た。あのね。出た、出た。ね、嫌な予感する。智弁和歌山のチームじゃないか。智弁和歌山って、もうだ、超高校級じゃねえかよ、もう。うん、だからさ、なんていうのかな、草野球でも勝ちたいんでしょうね、あの人。まあね。いや、智弁和歌山を揃えてんの？いや、なんかね、よくわからないんだよな、その智弁和歌山。いや、なんかね、たまたまそのあれみたいよ、智弁だけにこの自縁血縁の関係でたまたま知り合いがいたみたいだけどね。ああ、なるほどね。まあほら、神戸はさ、あの人が帰ってくると必ず神戸でそれやったりね。まあ、オリックスにもいたしさ、メンバーおじさんだけど全員智弁和歌山、勝てるわけないじゃんみたいな。なんのかね、どういう風なチーム編成にするのか。オーディションとかね、あったりしてね。なんか、あの、ドラフトをやってさ、試合前に。うん。なんかあの、5人ぐらいもらえるみたいな、そういうのがあると、まあ、勝てるかもしれないけど。あ、試合前にね。そうそう。でも、もうそれ、今までの練習は何だったんだって話になっちゃう。うん、そうですね。切ないけどね。そうだよね。さ、あの、イチローさんがこうやろうとしていると、なかなかプレーしようと思ってるとなかなかいろいろ問題がね発生するので、うん、ぜひなんていうのかな、その草野球のレジェンドとしてですね、そうです、そういう立ち位置でこう混ざってきてほしいなっていうのはあるけどな。我々も野茂入れようよ、野茂対抗するんだよ。いいね、どうやと。なんかあれだな、ゲームみたいだな、次から次とこう強い武器を手に入れて、そう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 、ノボ獲得イエーイみたいなね。ホームランも打ってるからピッチングもいけるはずだし。そうやな、ぜひあれだな、ノボ選手には、じゃあノボさんには少しあのダイエットしていただいてね。そうそうそう、フォークボールでちょっとバッタバッタとね。いやいいな、ノボとチームメイト なりたいな。夢がものすごく広がる。むっちゃもう広がるわ。うちの先生のおかげですよ。そうやな。なんかだから野本チームメイトになって一郎チームと戦いで母校が甲子園に行くみたいなさ。もうどう、もう気が狂わんばかりになるぜおい。そうだよね。人生のなんか 80% を達成したみたいな、なんか。もうその後死にそうで怖いわ。感じだよね。まあ、これちょっとでも。状況を見守りたいですね。そうですな。我々で一丁かめるのかっていうのもね。うん、ぜひウォッチして何か動きがあれば。そうですよ。うん。
もしくはなんか嘆願書みたいなの送ってもいいよね。な田中正造みたいにさ。ああ、そうだね。捧げまするグランド買ってくれみたいな。ただ、あの、イチローの草野球のリーグ、参加チーム募集とか言ったらもう、真っ先に手を挙げようよ。挙げるか。挙げてみよう。レギュレーションで弾かれてもいいから。うん。まずはあげよう。そんで捧げまするってやればいいんだろ。そうだ。なんかフラット思うが来るかもしれないよ。イエーイ。何やってんですかみたいな。なんかさ。いいな。なんか野球界も変わっていかないと。なんかそういう野球界と言いますかね。いいですな、そういうの。うん。夢が広がるな。広がりますよ。はい。台湾遠征もできるかもしれないし。そうやな、うん、よし。ということで、なんか始まりはすごくがっくりきて始まったけど、はい、夢が広がる感じで終われていいね。いい感じだね、はい、いい感じですよ。はい、それでは今日はいい感じで終わりましょう。ありがとうございました。はい、どうもどうも。クセ野球やろうぜ。